俺<い>今日さっき最初の役職だったのになインポスト。見え忘れなく。珍しいルートで。 コマンヘンリーポコ。ここ はい、死んでないでえっと、停電治って、まあ、死んでるかなと思ってならしました。左側がホロンマヨの2人で、えっと、お互い UB とやってて、まあ、殺されてないから、まあ、白目かなぐらいな感じですね。タコマンさんに殺人ステップされたぐらいかな、俺が印象に残っ違ったのは。タコマンさん、最後、ホロンさん塗ってました、もしかして。塗ってないですよ。あの まあ時間足りなかった。どっちが時間足んないんで。俺、タコマンさんと会ってないんですよ、多分最後、左から来てましたよ。最後はいこれないのンさんにべったりくっついてきてましたよ。大丈夫ですか塗られてないですか俺が見えてなかったんだけど、絶対見えてる、絶対見えてる。本当本当俺が見えてもだって、もうめちゃくちゃべったりだったけど。コロンさん、カフェテリアの左、ボタンの左上にだけにいるはず。いいよ。 だまけどああそうだからメドベイから来たでしょ来た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 。で、真後ろにタコマさんいたけど。俺メドベイに使ってました。れる3秒前だったんじゃ、ワンちゃん。見えてないかも。見えてないかも。あ、じゃあ、覚えてないだけかも。誰かが下から来た記憶はあるアドミンガから来た記憶ある。エロちゃんがアドミンガから来たのは覚えてる。 <laughs> まあインポスターは人を覚える必要あんまねえからなあ <laughs> あーそうっすね <laughs> タコマンさんとホロンさんにこれこれ疑われんの <laughs> 髪の毛めっちゃいい匂いする。 失礼ちゃんとこかわいそうだな <laughs> 3連続者同士だよね同士ばっかっすねどこですかこれえっとアドミンの中なんですけど動きのせ自分の動きの説明をしますえっとまずカフェテリア右上のタスクをやりましたでそこにもいもいさんがいました、はい、でえっとウェポンでタスクをやってカフェに戻ったらドア閉められましたもいもいさんがメドベイ側の壁に貼り付いてましたでホロンはアドミン側に行ったら死体がありましたって感じです じゃあカフェの中ってことえ、アドミンの中です。アドミンの中ね。ギリギリカメラに映んない場所。だから状況を考えて、あ<ー>まあ、弁当もあるし、ベントレージ弁当かストレージカーの人間ですね、これ。エレキ停電直しに来てた人の中とかにいてもおかしくなさそうっすけどね、うん。えっと、多分そうなると最初目撃俺で、俺一番最初、あ、ヘンリーさんになるのかな。ヘンリーさんってマップ見てましたよね。マップ見てた。はい、で、<あ>その後俺がア。アドミンの。うん アドミンってない行ってない行ってないか ?1 個前のかな行ってないえっと、今回、一番最初、僕をダウンロードしてたっすね。アドミンの。うん、で、その時で俺、えー、とマップを見て、えっ、ー、と、ストレージを向かおうと思ったタイミングで停電になったっすね。で、その時にミ捨てしてたのがアイセンさん。で、えっ、ー、と、直しに来た人誰だったっけ夜光さんが言いた気がする。あ、俺、行きます。ってか、俺が多分、ストレージでミ捨てしてて。 あ、ややこさんか。あごめんなさい。ヤコウさんと俺一緒に行ったよ。来たよね。ヘンリーさんじゃあ、エロちゃんが一番目でその二人が二番、三番ってことですかで、俺、後から合流してたと思うんですけど、俺、エレキの中にいました。裏にいました。あ、そっあ、いたいた。シャカさんいた。エロちゃんとシャカさんと俺とヘンリーさんはいた。そう、エロちゃんね、俺足見えてた前走ってる。エレキ停電中。んあ、じゃあ、とのジから来たってことですかヘンリーさん、俺、ストレージで会ったよね、多分。会ってないっけ あ俺助けててたから覚ええなないっとエレキてないのがマヨタコヘンリーでいってことあ俺エレキまでいイ。ヘンリーさんはいた。ああ、じゃあ、アイシンさんはタコマさんは見てこれは左回りタコマさんと俺が左回りマリ。タコマさんは外にいなかったああ、エレキのまあいや。 カフェにウポン1はいカメラ見始めたのってどのタイミングっすか殺した人見ました いや見てないですね鳴ったタイミングなる本当と23秒なんでえっと停電直したの誰ですかはーい 1>, 1人だけっすよね多分いたのって誰も来てないそうですねじゃあ愛ンさん白でえっと<ん>ヘンリーさんも俺<し>アドミンで会った後にそうですね,すねあれだったんでヘンリーさんもこの殺人には関わってなくてはいえっとタコマンさんが愛ンさんが多分電気直してるの見てたと思うエレクトル、はい で俺左回りで俺タコマンさんとはすれ違ってる。はいえ。それってどうタイミングですかタコマンさん。えっと、停電終わったタイミングかなちょうど左すれ違ったのは。で、俺が左から来てんのタコマンさんが確認してるはず。釈迦さん、釈迦さん、はい、これナビの中ですよね。手前っすね。まあ、中か,か中か手前かギリギリわかんないぐらいの。と俺ちょっと あのなんだろう俺、これ右回りでナビ前でエロちゃんとすれ違っていてエロちゃんはナビの中に入っていくのを見てますね。そしてエロちゃんとすれ違う前にヤコさんとすれ違ってますね。正解で俺ウ上ってってで、ウェポンズ上がってってウェポンズモイモイさんがやってたと思うんですよね。うん、ヤ、う、コ、ん、さんは見えてた。はい。で、カフェテリアの方を抜けてたんですよ、そのまま。モイモイさんって俺、最後にすれ違ったのモイモイなさんなんですけど。うんうんうん。私、ウェポンで FPS やって。うん で、エマージェンシーならした方がいいのかなって迷って、で、シさんと一緒に並走して、オーツーでゴミ箱やった。そうですよね。ンンだから、俺の視点からだと、モイモイさんがナビゲーションの方から来ててもおかしくないし、ね、ウェポンにそのままいて、あのちょうど来てたタイミングだったのかもしれないしで、モイモイさんが俺は一番ちょっと、あの俺が見た情報の中ではグレーになってる。わ、まあうん、かる、わか,かる、わかる。今、モイモイさんってヤコさんってことかな、多分グレーが。かなりいや俺目線はモイモイさんがホロンさんっすね。ホロンさん だってナビの方に確か一緒に行ってるはずあっ、ほんさん的には俺をグレー出しするのは、まあ、至極当然だと思いますね。はいうん、俺は、その、ヤコさん、もいもいさんとすれ違った、あ、違う、ヤコさん、エルちゃんとすれ違ったと誰とも会ってないんで。うん,うん最終位置でほら、あじゃャさん、まあ、<ー>それだ、はいい怒られた。 じゃあもいもいさんと二人になるのは握手だな <laughs> あでも最初それ結構いいよ仲間入りってことでいいですかあれあ仲間ですねお帰りなさいあはじめまして違うなは間違えたかなんだなんも。 次、助けやんない。もうもうやんない。なるほどねー。え、そこは死んでるわ。そこ、えー、死んでる。え、マヨちゃんってどっちからならしに行ったこのカフェのタン。え、俺、下から、ストレージから,から,からか。あ、じゃあ、エレキ行ってたんだ。エレキは行ったっけ覚えてない。頭、ちょっと待って、覚えてない。来てないと思う。 じゃあ下側でマヨちゃん見た人いる誰かあえっとアイセンさんと停電中にすれ違ってるストレージの点線のとこでへえ視界広いないや視界広くない絶対すれ違ってる重なってるこれはないえっと俺死体の場所死体の場所出せそうだから最終位置教えてマヨちゃんはカフェでしょアイセンさんはストレージの下ですダストシュート2回目ヤコさんはカコマンさんと俺と ヘンリーさん俺ヘンリーさんがエレキ。エレキタスクやってます。えー、モイモイさんはシールドです。えっと、確か。んーちょっとシールドは覚えてないんだけど、死体はこれアッパーエンジンで確定ですね。アドミ見てました。だから、エレキにいた人は弁当。いや、弁当ないか。エレキにいた人は白なのかな。もう一回名前を挙げてもらっていいですかヤコタコマンヘンリーす。うん。いやコうタコマンヘンリー。え、っていうか、俺がストレージから推移してんの見てないのアイセンサー最後どこってちなみに。 ストレージのダストシュートだよって。あ,あ、ダストシュート右下ってことですかうん。じゃあ2になってるのを見てるはずだよね。下から、動いてんの、コロンさん。いや、そこ覚えてないんだよね。<laughs> なんでえ <laughs> <laughs> えあ<の>、ね、なんか、ね、コロンさんはしいんだけど。え、タコマさん、ストレージで何してたのえ、ストレージで行って、あのでん、電源ついたから多分戻った、そのまんま。え、ね、マルちゃん、マルちゃん、マルちゃん。い,いや 俺釣りたい、マオちゃんって。え、だ、うん,ん、なんか怪しく、ね、い。絶対本当に俺釣りたい、マオちゃんね。本当本当うん、釣りたい。俺はでもじゃあ、ここじゃあ、シェリフ使用します。マオちゃん打つんで、ここ俺が死んでたらマオちゃん釣ってください。俺、白だけどいいのそれ。ここ釣るんだったら、モイモイさん、やばくね,ばくねそれ、二郎残ってたろ。やばくない。俺は自分を信じる。OK、じゃあいいや。まあ、シェリフがやりたいようにやってもらえれば。<laughs> <laughs> えまあ、やべえわな、今のは。今のはでもやべえわな。やこうさんと前をミュート忘れなく。あ、ヘンリーさんか。フフフ。フまあでも、ホロンさんやべえよな。うーん。何も言わなかったらよかったのに。な。ね あそこ位置やばいな。いやー。あ、その。ああダブルキルになった。あらあら。ーーチャカさん見ると忘れなく。あ、はいはい。ちょっと待った。撃たねのたねのになんねえじゃんと思ったんで。はい。ホロさん撃って死にました。はい、俺のこと。いやかまれたでしょ。はい マイマイさんどうぞアドミンの中のアドミンの下のところで死んだら、はい、どっちがえ二2人死んでる一人だよねこれホロさんが死んだだけですよ。ホロさん死んでるだけ俺打って死んだアドミンのとこでえ,えこれまヤさんまで釣りませんいやいや違うえちょっと待ってさっき7人盤面だったよなさっき七人だったからつらかったんだタコマさんが死んでんじゃないこれそうだよねあ本当のだ え紫だったよねこれは。もしかして。アーティファクトは釣りに行かななきゃいけないけあ、俺いたの見ましたもいもいさん。アドミンの。えあいや、でも、えっとね、あのね、ホロンさんがね、めっちゃタコメさんのこと追いかけてて、な、うんで逃げるのって感じだったんだよね。そこで。逃げる必要ないじゃん。白だったら。撃,撃たれたら、えっと、盤面6人になるんで、ダブルキルで終わりですよ、それ。 申し訳ないけど、俺はマヨちゃんに入れます。これで一度、チェックしこマ前さんまでローラーする必要はない。俺はマヨちゃんに無条件で入れます。うんうんうん。んこれで。はい、もともとそのつもりでスキップしたんでさっき。で、入れるけど。か入れるけど。もう一人死んでるのがタコマンさんで。タコマンさんで。タコマンさんどこに行ったかわかる全く分かんないです。全く分かんない。これ、アイセイさん噛んでるでしょ。 いやいやどっちみちホロンさんとマヨちゃんはれえアイセンさん釣らないそしたらヘンリーさんいやんん俺白なんだよホロンさんがじゃあ多分マヨちゃんマヨちゃんとヘンリーさんかな早くマヨちゃんに入れてください <laughs> いやヤコさんちょっと信じてもやもやさんも多分アイセンさん釣った方がいいぞこれいやまあでもイチク黒は切れると思うんではいそうですだからこれはヘンリーさんとマヨちゃんですえらいヤコさんえらい後悔ですわこれ 了解助けやんねえとなえー、ミュートを忘れなくマヨヘンリーさんもう燃えるんじゃないんすかマヨマヨさんってつられたんじゃないあ釣られたのかそうだそうだはあ見てなかった これお前はちゃんと勝負したしない方が良かったのかな。ナイスナイス。はい。ナイスめちゃくちゃめちゃくちゃ追いかけ回しっこかみたいしてて怖かったんですけど。ヘンリーさんがえどうしようかなこれは。ちなみにこれ放ーカいると思います。いるヘンリーさんに追いかけられた。 俺もヘンリーさん怖いんですよね最初の時も五輪捨の時にヘンリーさんかけられたんじゃねい,いいっすよあの村の人が勝ち選んでいいっすよ俺釣つったら俺俺負けるしあい俺釣つったらオオカミまれて負けなんであそっかそうだそうそうそうなのよで,でヘンリーさんっつっても偉いオオカミを釣らないといけないんだよここでえらいヘンリーさんも偉いヒセさん的にはヘンリーさんなんですかえっとちょっと待ってくださいね ヘンリーさんは人を勝たせようとしているえらいいい放課盤優しい放課盤ちょっと待ってますよ <laughs> <laughs> えっちょっと待ってでもね俺最初のキルねもいもいさんはもう最後の最後で構成したえっとねどうしようかな両親が芽生えたヤクオさんは隠しろでいいと思うんだけどね俺もいもいさん,がかんない自首したあっマジ ま単独行動多かったからな私いやてかさっきの盤面で全然マヨちゃんのことプッシュしないんで夜光さんはすぐ俺に合わせてくれたんであそうそれはある、はい、<で>普通のピュアなクルーメイトだったらはい,はい、うん、えいやヘンリーさんはねもう俺が意思が固かったからしょうがなくだと思うんだよね正直えー、っとねーやべマジか マジか。でも、ね、俺ヘンリーさんは放課後だとは思うんですよ。そう,そう、私も放課後だと思ってて。いや、えー、っとね、あいさんになるんだけど、でもあいさんが。まえさん釣ってるから。すみません。俺もアーソニスト噛まれてると思います。<や>俺ヘンリーさんに入れます。アーソニストのふりしてるインポスター,ー。俺に入れたら負けますよ。はい、俺入れますよ。すよ確実に。い,んいや、でも。これは入れたら負けです。<う>スキップでもいいんじゃないですか。 まあでもヤコウさんは結構潜伏してたからわかんねえわなーあ<ー>優しい放カマシスヤコウさんうめこれはスキップっていうの遅かったースキップっていうの遅かったーあと火つけるだけっすかいやアイセンさんが ギリッギリで逃げられちゃって多分3.9とかっすね,あ,あ,っすねあれヘンリーさん油仕様でもよかったのでは油仕様し,し,し,してましたよしたあしてましたそうしたあそっかだから最後油死んでると思いますだったのかそうそういやーすごいわこれ勝ち金のラナイスやった お疲れヘンリーさんが最後の最後で構成したのに、どうかは悪いことなんだなって <laughs>、ね、<laughs> いい放課ーになったのに、いや<う>もっと強く押せばよかった。俺の価値を捨てたのに、あ悩んであげくスキップしてくれたら俺が勝ちでしたね。まあ確かに。え、ヘンリーさんがフォー そうっすねアイセンさんあともう3.0秒ぐらいでもうあとイグナイトできてましたねあ<ー>なんか俺できたと思って離れちゃったんですよねじゃあゲージマックスまで出なくていやでも今のって状況によっては c をしなくてもあの村人釣つったら隙をこすべきでしたね 村人釣りでも勝ちじゃないあのキルクールダウン25秒以内に油かけたら勝ちじゃないですか。そうですねもしくはまあ今の盤面だったら流れだったら無理だったかもしれないでもね俺の俺の動きが臭すぎたからなるほどまあ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 にう確かに確かに臭すぎたあのもう勝ちに行こうとしたんであのタイミングでだからもうあこれ無理だってちょっと思っちゃいましたねあれでアソリストいないんでって話もできないですもんねそう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 うん いやー、ヤコさん釣りたいって、ちゃんと言えばかったな。え、<laughs> 俺だったっかもいもいさん的に <laughs>。いや、もう消去法だった。なんか、アイセンさんは信用できるし、ヘンリーさんは追いかけてくるから絶対油だと思って。<laughs> じゃあ、<変>消去法でヤコウさんしかな,くないと思って。<ー>でも、最後の方言ってたね。ヤコさ,さんが白だったから、白って言ってたから、え、そうなのかなと思って、なんか強く言えんかった。もいさん、だってヤコさんのこと白出ししてたもんね。俺がやられたとあの時。 ウェポンズからカフェ行ってましたよっつってだっていたもん、うん、<え>というか<え>ウェポンズからカフェに行ったのは事実でその後ぐるっと回ってナビで殺してるんですよ、ね、あそうなんだはいうまっへえ<ー>でマヨさんを最後切ったから多分愛染さんが信じてくれたっていうのは多分あるうそうっすねまあ俺はもうどっちにしろ積んでましたね うん、俺はヘンリーさんじゃなくても俺もえもさんに入れてましたあーそうですね中川<ー>ん俺出し,してくれてましたもん、ね、はいだからち日俺はもう積んでました、ね、行いきまっか